卵と生ハムのコンソメゼリー寄せ、トリュフの香りを作っていきます。この料理は、100年以上前のオードブルになるんですけど、最近こういうお料理を作る人がいないので、今日やっていきたいと思います。じゃあまず最初にコンソメを沸かして、そこに塩を入れて味を整えます。塩を入れたらゼラチンを入れます。ゼラチンを入れるときに火を止めて、もうそれ以上沸かさないでください。それでは先ほどのコンソメをコーヒーフィルターでこしていきます。これこさなくてもいいんですけど、きれいにするために、すごいクリーンなコンソメにするためにこします。そうしましたら、これをだいたい 15g ぐらいですかね、流していきます。なぜ全部入れなかったかというと、この後に固まった上にトリュフを乗せたいために一旦ここで止めてます。ではトリュフを乗せていきます。手でやってもいいんですけど、結構真ん中に置くの大変なんで、ピンセットとか使うと楽にできます。トリュフを乗せたんですけれども、固定するために少しだけコンソメを流して固定します。もう少しでいいですよ。少しだけ垂らせば動かなくなるんで。またこれを冷蔵庫で冷やしていきます。では沸いたお湯の中にお酢を入れていきます。あと塩ですね。軽く塩を入れます。そうしたらここに卵を落としていきます。卵そのまま落とすと、こう落とした時にきれいにいかないんで、何か器に入れてから落としてください。で、先ほどお酢を入れたんですけど、入れる理由はお酢を入れないと卵白とかがこう飛び散ってしまうんで、こう締めてまとまるように必ず入れてください。で、今から卵を入れるんですけど、こうなんて言うんだろう、渦巻きを作ってくださいね。こう渦巻きをよりこう包み込むように。あんまりね、沸きすぎてしまうとまた逆にバラバラになってしまうんで、ちょっと軽く沸いてるぐらいが。じゃあ入れます。で、こう勝手にこう包み込むようになるんで、これでだいたい3分ぐらいですかね。では3分経ったんで、氷水に取りたいと思います。冷やしますね。ではこの余分な部分を少しカットします。で、これ一旦水を切ります。ではこの卵を生ハムで包み込んでいきます。ちょっとね、幅が広いんで半分に切りますね。では卵を先ほどの型に入れていきます。そうしましたら、残りのコンソメをいっぱいいっぱいまで流していきます。これで冷蔵庫で冷えたら完成になります。
これからあのゼリーを抜いていくんですけれども、お湯の中に入れる理由は、まあ、ゼリーを溶かして抜きやすくするためです。あとはポイントとしてはこの型の高さに合わせてお湯を入れるということです。これたっぷりのところにこう漬け込んでしまうと手滑った時に全部この中のゼリー落としてしまうんで、こう下につけてもお湯が入らないように高さ調節をしてください。お湯の温度は別に沸騰してなくても大丈夫です。はい、では今から抜いていきます。周りに切り込みだけ入れてください。周りと言っても本当に少しだけでいいです。もう包丁の先端だけで。じゃあ抜きますね。透き通った宝石のようなゼリー寄せ、100年以上前のおもてなしのレシピです。卵と生ハムのコンソメゼリー寄せ、トリュフの香り、完成です。